次に12番です。真のインプットとはこれ見ていきます。ではまずですね、こちらの選択肢に関して、丸ツを判断してください。建物賃借人が賃料不払いにより賃貸契約を解除された後に、当該建物につき有益券をした場合、賃貸による建物明け渡し請求に対して、賃借人は有益費償還請求権を非担保債権として、当該建物を留置することはできない。丸かバツかですけれども、えー、こちらはですね、丸と妥当となるわけですね。 もちろん知識に関しましては、民法の295条の2項、そして裁判所は46年判例がありますので、それを覚えていくんですけれども、ここで何がポイントかと言いますと、真のインプット、学習の仕方なんですね。もしかしたらこういう方がいらっしゃるかもしれません。えー、留置権の成立要件に関して様々ありますけども、この4点に関してしっかりと覚えていった上で、あとは現場で考えていこう。こんな方いらっしゃいませんか もしそうだとすると、今この場で、その思考に関しては改めていただきたいと思います。なぜかというと、試験勉強する際には、どういうふうに出てくるのか、そこのある種アウトプット、そこも含めてインプットをすべきです。なので、基本事項だけ覚えていって、あとは現場で考えていこう。そういうことではなくて、どういうふうにこの知識が問われてくるのか、この問われ方まで含めてインプットはしてください。つまり、今回のこの問題に関しては、この流れで覚えていきます。えーまずは インプットなんですけども、これおそらくは皆さんされると思うんですけども、留置権の成立要件に関して、まずは具体例。例えば僕のその講座の中では、修理代金の例で話していますけれども、そうした具体例とセットで、知識はしっかり暗記してください。この段階がない段階で、民法は解けませんので、何はともあれ成立要件、留置権の成立要件。 法定地条件の成立要件。様々ありますけども、どういう時に主張ができるのか。まずはその要件をしっかりと覚えていきます。そしてある種ですね、勉強することは、単数に着替えをセーるスとっています。どういうことかっていうと、例えば単数にですね、お父さん、お母さん、 妹、息子と、こう、棚があるとしますよね。その時に、お父さんの着替えは、お父さんの棚に入れるわけです。そんな感じで、各単数には分類があるわけです。そしてそこの分類に対して、しっかりと整理整頓しますよね。これが例えばなんですけれども、息子さんの着替えをお父さんのところに入れたりとか、こんなことがあると困るわけですよ。そんなイメージです。つまりは、整立要件をしっかり覚えていった上で、各知識が、どの要件に関する知識か、 そこを含めて知識を整理していってください。これがインプットです。その次にアウトプット。ここ抜けている方がめちゃくちゃ多いんですけれども、何かっていうと、まずは、有益費召喚請求権。このワードを見た段階でですね、留置権の要件の中の権連性は基本的には肯定されますと。ここまで覚えている方は多いんですが、この次です。何かっていうと、権連性に関してなんですが、有益費を出すタイミングで引っ掛けてきます。つまりは、契約を返